こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきたいと思います。今回はジャパンカップ1回戦ですね。白浜イレブン戦、まあ当然こんな力なんでどうやっても勝てます。ラリスかな。カルメンを投入。で、当然エリカとユーナを投入か。キーパーは梅。というわけで試合始めていきましょう。シナーマイエブがすごいな、 90% ってガラガラです。これってコールドあるのかな。キックオフ。おっと、こういう気の緩みはよくありません。ファルですね。ナーコ、エリカ軽く取りました。さあ誰だ、飛び込んで、ユーナ何をやってる。こういう時こそしっかり決めなきゃいけません。手を抜いてはいけません。完膚なき叩き潰さないと。ファ、おっとオフサイドか。さあ当然関節フリー、相手ボールを関節フリーキック。危ない危ない、本当にどうしたんでしょう。良くない流れだ。カルメン、さあユーナに渡った。先取点、当然とは言ってますが足はできない。うまくユーナに渡って、これはしっかり決めました。先取点です。追加点を早く取っておきたいところ。エリカ、どうしたんだ。おーっと、ラッキーです。2点目です。これナーコのシュートになりますね。ということでユーナがちょっと疲れてますね。サチコに変えます、左を。怪我されても困ります。他の選手の疲れも倍化するんでね。ここもしっかり交代枠を使い切ります。
相手は白浜イレブン N2 のフレッシュリーグのチームです。まどか奥に入り込んで3点目しっかり決めてくれました。軽い身のこなしっていう感じですね。後半もですね、20分経過しております。3対0、幸子が取りました。お、まどかが中央から押し下げて4点目。決定的ですね。さあ、こうなるともう20分残り時間消えてます。おっと出た、相手が出してしまいましたね。さあ、エリカセンタリング、ちょっと飛び込みは甘いか。呼吸の合わせることが大事です。クルミしっかり取りました。まだクルミはフレッシュなんで余裕があります。さあ、センタリングから飛び込んでくるのはエリカ、5点目です。アシストしっかりエリカ決めました。女性選手のみで、チームを組んでおります。さあ、残り5分。今度はマドッカーが、これは決まらない。試合終了です。5対0で勝利。なかなかね、温まってないのか、本気を出してないのか、点が取れません。逆に危ないシーンもありました。前半24分ですね、先制点ユーナ渡してしっかり決めてくれました。ナーコがすぐに2点目を入れます。ゴールに転がっていきます。別府の後ろを反らしてしまうような感じです。後半8分、まどか落ち着いてこれ決めました。3点目。後半28分です。またまどか。しっかりこれも落ち着いて決めます。後半40分。今度はエリカ、くるみから。くるみをセンタリングからヘディング。ということでシュートは圧倒的ですね。ということで1回戦勝ちました。2回戦はN2 の下関フォーチュンです。
ケアカー復帰。おお、5人も選出。美穂、萌え、彩香、まどか、もちろんくるみです。ということで次は武蔵野放熱ですね。7位、結構疲れてる選手が多い。しっかり勝っていきましょう。ということで、ジャパンカップも始まりまして、1回戦、しっかり白浜イレブンに、勝つことはできました。まあ、もちろんこれフレッシュリーグなんで勝って当然です。2回戦、この下関フォーチュンから、今年も勝ち上がって優勝を掴んでいきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。はい、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、カルチョビット でした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。